こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。南北統一を夢見ていたムンジェインが夢半ばで韓国大統領の退任を迎えましたが、岸田総理が対北朝鮮に警告を強調しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。岸田文雄首相が国防力強化を通じた東アジア地域内の日本の役割増大を連日強調している。岸田首相はシンガポールで開かれたアジア安保会議シャングリラ対話に基調講演者として出席し、規則を守らず他国の平和と安全を武力や脅威で踏みにじることに備える必要があるとし、北朝鮮の核及びミサイル開発と中国の海洋進出などを取り上げた。特に北朝鮮の繰り返されるミサイル発射を地域の平和と均衡に対する深刻な脅威と述べた。岸田首相は演説で5年以内に日本の国防力を根本的に強化すると再度確認した。このため防衛費を相当額増やし、相手国内のミサイル発射基地などを破壊する先制打撃能力保有を含め、すべての選択肢も検討すると明らかにした。AP 通信は、先制打撃能力保有言及に対して、日本の武装力拡大を禁止した平和憲法違反論壇を触発する恐れがあると評価した。岸田首相は、来週までに、インド太平洋の海洋秩序維持のために、新しい計画を樹立するとし、この地域国家に巡視船など海上輸送インフラ整備に今後3年間で20億ドル以上を支援すると約束した。また日本の海上自衛隊護衛艦であるいつもをインド太平洋に派遣し、東南アジアなど関係国と共同訓練を行うと紹介した。岸田首相は自分の名前を取った平和のための岸田ビジョンを提示し、3年間で20カ国以上と海上保安能力に関する技術協力を推進すると明らかにした。岸田首相はさらに、日米同盟の抑止力と対処力を強化すると同時に、普遍的価値を共有する国家と安保協力を多層的に推進すると述べた。これに先立ち、岸田首相は、日米首脳会談でも、日本の防衛力を根本的に強化し、これを後押しするために、防衛費を大幅に増額するという意思を表明している。ロイターは、このような日本の武装力強化の動きに対し、米国が長い間歓迎してきたと評価した。ロイターは、特に、日本が軍事力強化を模索している中、韓国の新しい保守的大統領の対北朝鮮強硬な立場は、日本に歓迎されるだろうと診断した。ロイターは、最近の日本の世論調査では、日本国民の大半がユン・ソギョル大統領在任期間中に韓国との関係改善を期待していることが分かったと紹介した。それではネットの反応です。日本の夢を叶えるユン政府、中国の夢も叶えてくれる笑い。ユン政府は漢民族の政府ではなく親日反民族政府だ。韓半島戦争と同時に主体国が押し寄せて韓国戦争の時に戻る。日本は韓国戦争の時、物資輸出で大金を稼いで不況に打ち勝った最大の恩恵者。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。